海地護衛艦の護衛艦稲妻が自損事故で座礁。民間船での栄光が始まりドック入り。今回は、この護衛艦稲妻の座礁、自損事故を詳しく見ていきますね。海上自衛隊の重大事故も気になります。2023年1月15日の朝、5日前の10日午後から、山口県の周防大島沖合の瀬戸内海において、座礁事故を起こし、その場で自力では動けなくなっていた、海上自衛隊2の護衛艦、稲妻に対し、ようやく曳航作業が開始された。今回、この護衛艦、稲妻の曳航を担当したのは、民間の船舶であり、広島県の尾道市に所在するジャパンマリンユナイテッド社の因島事業所を目指し、1月16日に、その港へと収容される予定とみられている。すでに、大手から中小まで含めて、様々なマスメディアによって、今回の護衛艦、稲妻の座礁事故は、報じられているが、1月10日の午後0時50分頃に、周防大島沖合の瀬戸内海で、浅瀬に乗り上げたというのが全てだ。幸いなことに、完全に、護衛艦、稲妻の単独事故であり、他にこれに連座して、被害を受けたのものがなかったのが、救いではあるが、同艦は、艦首部のソーナーや、推進用のスクリュープロペラに、損傷を生じている。事故の発生の直後には、稲妻は、損傷したスクリュープロペラ部分から、油の流出も確認されていたが、これに関しては、吸着マット等を使用して拡散は、防がれており、深刻な二次被害は、なかった模様だ。もともと、護衛艦、稲妻は、今回の事故で、くしくも戻ることとなったジャパンマリンユナイテッド社因島事業所において、毎年義務付けられている、検査を受けている最中であり、試運転の過程で、この事態を引き起こした。そして、その検査を受けたからこそ、護衛艦、稲妻は、通常の運用状態であれば、滅多に行うことのない、ほぼ全速力での航行を、機関部の動きを確認する目的で行っていたとされ、今回の不祥事に至ったと見られている。今回護衛艦、稲妻が座礁事故を引き起こした、1月10日午後の瀬戸内海は、高天下で、しかも波もないでいる。なんだ、航行に支障のない絶好の試験運転日和だったと見られており、まさに降って湧いたような出来事だったのだろう。さらに、今回護衛艦、稲妻が座礁事故に遭遇した海域は、海上自衛隊の艦艇に限らず、同方面を航行する船舶ならば、誰もがよく知る浅瀬の岩礁群が存在しする場所であり、それに注意を促す、目的の投票までもが設置されている、海域だった。このため、普通に船舶を航行させる場合でも、通常に海図を確認し、また、普通に、目視で周囲を見ていれば、容易に座礁事故を起こすような場所ではなく、ましてやそれば、護衛艦等の大型艦ならば、なおのことだと考えられている。一般の海図などでも、その近辺の海域では、最も浅い部分は、水深で約7メートル前後しかないことが確認可能であるため、そもそも、護衛艦、稲妻のような大型艦艇が通過するような航路ではないと判断されている状況である。そのため、今回の一連の護衛艦、稲妻の座礁事故に関しては、海上自衛隊の OB を含む大多数の関係者が口を揃えて、通常であれば到底考えられない事態だと非難しており、かなりのレアなケースだと言わざるを得ない。そもそも、護衛艦、稲妻は、機関部の検査後の確認を行うためとはいえ、公表されておる、同艦の最大船速30ノットを超える船速で航行しており、いわば全速力で、非常に危険な海域に突入してしまった状態である。海上自衛隊の艦艇の場合、
当然場当たり的に航行する位置を選んでいるわけもなく、事前の計画に従って、あらかじめ定められた航路を進むはずであり、どう考えても予定された航行ルートから大きく逸脱していたとしか考えられない。しかも、今回の護衛艦、今妻には、検査を担当していたジャパンマリンユナイテッド社の因島事業所の職員らおよそ190名の外部スタッフも乗り込んでおり、165名が乗組員定数とされる同艦に、倍以上の人の目があったことになる。今後は、海上保安庁の検証や、海上自衛隊内部の調査によって、詳細な今回の事故原因の究明が進められる形になると思われるが、目視ですら回避可能と考えられる浅瀬に座礁したことは、どう見ても、人為的に初歩的なミスのそしりは免れまい。例えが適切か否か、判断が難しいが、個人的には、これが自家用車だった場合、道路工事中の表示やカーナビ等で、道路が狭く舗装も剥がれていると、おぼしき道へ、フルの乗員数にもかかわらず、アクセル全開で突入していったようなものに思える。今回の護衛艦、今妻の座礁事故について、詳細は、今後の解明を待つにせよ、最高責任者の艦長に責任があることは当然としても、航海、操艦、監視等の各部門のいずれにも大きな問題点があるとしか言えないだろう。こうした自衛隊での不祥事が発生するたびに、近年の防衛予算は実質上増えておらず、むしろ人員的には削減の一途をたどってきており、現場の運用負荷は増すばかりで、ことに充足率の低い艦艇勤務はその傾向が強いと主張される。しかし、いかなる、そうした、組織的、予算的な事情があろうとも、警察や海上保安庁や自衛隊といった組織は、通常の公務員とは同一視すべきではない任務を負っており、その覚悟がない者がつくべきではないだろう。さて、今回の座礁事故を起こした、稲妻だが、村雨型の汎用護衛艦、DD の5番艦であり、基準排水量4550トン、満載排水量6200トン、全長 151.0 メートル、全幅 17.4 メートル、深さ 10.9 メートル、喫水 5.2 メートルの規模を誇る。村雨型護衛艦は、機関部には2種類のガスタービン機関を、おのおの2機搭載する5ガグ方式を採用しており、最大出力は、これらの合計で6万馬力、そして、航小の最大速度は30ノットとされ、稲妻は2000年に就役した艦艇である。村雨型護衛艦は、総数で9隻が建造されたが、2023年1月時点で、全隻が未だ就役中であり、この次級が高波型5隻、次が秋月型4隻、そして、最新型が、朝日型で、これまでに2隻が建造され、就役を果たしている。就役中の汎用護衛艦、DD の中では、村雨型は、最多の9隻が就役中であるため、その意味では、海上自衛隊において、主力の同級の艦艇であると言っても過言ではなく、今、しばらく、その状態は、続くことが予想される。海上自衛隊の艦艇による事故といえば、一昨年の2021年2月に、高知県沖で発生した漂流型潜水艦の1番艦、漂流と、外国籍の貨物船との浮上時に発生した衝突事故が、記憶には新しいのではないだろうか。こちらも、浮上時に定められた手順を遵守しなかったことに、起因する人為的な操艦ミスが、主要因と判断されたが、それ以上に、その事態によって、同艦の通信能力が失われ、事故発生の報告が大幅に遅れたことが大問題となった。また、護衛艦の事故としては、
2008年2月に、アタゴ型イージス護衛艦の一番艦、アタゴが、操業中であった民間の漁船と衝突、沈没させ、その漁船の乗組人だった2名が落命するという痛ましい事故も起こっている。このイージス護衛艦、アタゴの衝突事件は、同艦の乗組員を被告とする刑事裁判にまで発展したが、最終的には無罪判決が確定したものの、海上自衛隊側としては、乗組員が業務上過失致死に問われる事態を招いた。さらに、この翌年の2009年10月には、白根型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦、クラマが、韓国籍のコンテナ船と衝突する事故が発生。クラマ側の乗組員3名が軽傷を負っただけで済んだが、現場が往来の激しい関門海峡であったことから大きく報じられた。これらに比すれば、今回の護衛艦、今妻の座礁事故は、相手のいない自損事故であることは幸いではあったが、対中国を睨んだ南西諸島防衛の強化が叫ばれる今にあっては、危機意識の低さが問題視されることは拭えないだろう。